はい、お疲れ様です。ちょっと今日はね、ちょっと平社とね、このウイング社のね、運賃がね、こんなにちゃうのっていう話をね、ちょっとしたいと思います。っていうのもね、ちょっと僕の身内でね、平社専門の、会社に、勤めてる、まあ、身内がいてるんですね。で、彼のとこはね、要は、長門、長尺門とかね、そういう、ステンレス、鋼材ね、そっち系の、専門の、会社なんですね。で、たまたまね、ちょっと、つい先日、ね、ちょっといろいろ話して、たまたま話する機会があって、で、ちょっといろいろね、そういう業界のことをね、話とかね、ちょっとしてたんですね。で、たまたま、そのね、彼の会社からね、パレット物の荷物をね、ウイング車でこれで行けるからっていうので、自分のところでちょっと手配できなかったんで、ウイング車で行けるからっていうので、手配したらしいんですね。だから、当然、10トンウイング車が来て、ね。で、確か、関東の方へ登る、運行やって、ほんで、その運賃を、その手配した時に、その運賃を確か、5万か6万かなんかな、そんなんを、言われたらしいんですよね。で、その彼からしたら、その大型で、パレットの荷物を、関東から登るのに、その金額を聞いたときに、ちょっと信じられんかったと。もうちょっと、そんな安くて、そんな安い値段で、っていうびっくりやったらしいんですね。そっちの会社からしたら、これ関東に万が一登る場合なんかでしたら、やっぱりね、彼が言うには、10万前後、10万から12万ぐらいで、行くらしいんですよね。だからもうそのウィンゴ出した時に、半値でっていうのがもうちょっと、その理解できへんかったらしくて、ほんで、こんなもんなんかっていうので聞かれて、いや、もうそんなもんちゃうか、いうことで、大体6万前後、6万ちょいぐらいで、っていうのは俺もよう、僕が言うたんですけど、聞くで、言うて、いや、それはちょっとおかしいやろ、いうので、で、まあまあ、そっちのね、平社の、そっちの彼の業界、特に彼の会社からしたら、もうそのありえへんと。もう、そんなんでも行かれへんって。っていうのでね、そうやって、話してた時に、値崩れね、この構造改革ですよね。規制緩和からそこはことの発端にはなってるんですけどね。ウイングに関して、箱車に関して言えば、アホみたいな会社ができすぎた。ね。言うたら、なんぼでも会社があるね。ここ10年、15年ぐらいでできた会社がゴロゴロあるっていうのもね。それもそういう値崩れの原因の一つなんかなという話もいろいろしてたんですけど。でもやっぱりね、それはやっぱり、運賃っていうのはその生命線になると思うんですよね。その会社の生命線ということは従業員の生命線、従業員の生活の生命線にも直結してくる問題なんですよね。ですからやっぱりその彼が言うにはこっちの業界に言うと、こっちの業界はちょっと特殊やと。誰でも来てすぐできるような仕事でもないからな、いうので。で、その会社はね、結構業績も良くて、うなぎ登りに、右肩上がりに上がってるような、会社なんですよね。で、当然運賃買って、叩かれたようなのも、もうありえんようなね、理解できないような運賃なんかも絶対しないというね。そういう、言うたら、こっちからのいいね、こっちからの提示した運賃で行くという、そういうスタイルでね、ずっとやってきて、今も全然それを継続してやってる。ね、その差別化も図ってるということでね、かゆいところに手が届くね、そういうのも売りにして、やっぱり他社と差別化をしてるっていうのでね、きっちりした経営もされてるみたいで、そういう、ありえないようなね、叩かれた、もう、ような運賃では、もう、絶対、会社が、当然そのことをしてたら会社が潰れてしまうしね、そういうのは、ちょっと話してて、そう考えたらね、ほんまにね、僕の周りでも、やっぱり、こんな運賃で行ってるっていう話はね、やっぱりちょこちょこ聞くんですよね。ほんまにこれは、ほんまに、業界全体の問題やと思いますし、
まあそういうなんがね、確かに、その彼が言うには、その言うたら適正運賃ですよね、国が提示している適正運賃でうちはやってる。いや、それはね、確かにできるとこはいいんですよ。できるとこはいいんですけど、やっぱりその、アンダー、真顔系ですよね。ひ孫受けとかね、そういう構造がやっぱりこれ出来上がってるんで、下へ行けば行くほどね、いくらそのトップのとこにそういう適正運賃が払われてても、結局は中抜きでね、最終的にはもうね、ありえないようなね、マイナスのような運賃で行かざるを得ないというのも、これまた現状やと思うんですよね。ね、だから、その適正運賃をね、なんとかね、もう少しね、これはもう僕ら一ドライバーがね、いちいちどうのこうの言うてね、何か解決できる問題ではないんですけどね、やっぱりそうなってもらいたいっていうのはね、やっぱり正直なところね、やっぱり、これは皆さんあると思うんですよね。ですから、やっぱりまあまあ、その彼とも話してて、まあ業界全体で見たときにね、あとまあ、その、年齢層ですよね、あと年齢層と、日本人と、外国人ね。で、そういう話もちょっとしてたんですよね。で、まあまあ、その、彼のね、会社さんの、荷主さんですよね。まあまあ、そこの会社は直にしかやってないんで、もらい仕事というのは一切やってません。もらい仕事というのは一切やってないです。もう、もらい仕事というのはね、もうちょっとありえんことなんで。で、まあまあ、直にでやってる会社なんで、まあまあ、もうそのメーカーですよね。製造メーカーですよね。その製造メーカーでの、工場の中をね、見た場合ね、その、もう日本人がもうほぼほぼいてないと。もうこれは、多分ドライバーはあまりわからないと思うんですけど、要は工場の中に日本人の従業員がものすごく減ってる。ね、で、逆にこの移民ですよね、移民。ね、今すごく問題になってますよね、この移民ね。移民法が改正されて、移民が大量に入ってくるかもしれないという、そういうね、社会的問題もこれから起こってくるという、これ、まあ、こんな一ドライバーがこんなことを話してもしゃあないんですけれども、そういうこともやっぱりね、情報の一つとして頭に入れといていかないと思うんですよね。ほら、まあ、その現場の中が、もうほんまに外国人が半分以上になってきてるっていう、それ現状ですよね。ですから、その、いずれ、このドライバー、運転手ですね。運転手も、もうあと10年から15年で、ほとんどの、ドライバーが、引退しますよね。平均年齢がもう50歳ね、もう超えようとしてる、そういう業界なんで、あと10年から15年で、第一線現役ドライバー、これ僕らの年代ですよね。これが一斉に退職します。なら残り、あと、40代、ね、30代、20代が、いてるか言ったら、ほぼほぼいてないです。どうなるか言ったら、当然外国人ドライバーに僕はなってくると思うんですよね。ですから、ほんまにその後継者っていうのはもう集めようがないと思うんですよね。もうこんな現状やし、ほんで日本人の人口も減ってます。ね。ものすごい勢いで減ってます、人口が。だからそういうのもね、先々10年、15年、20年考えた時にね、ほんまはもう、まあまあそう彼ともずっと話してたんですけど、もうほんまにね、製造業もそうですし、この物流業もそうです。ほんまにもう、この先どうなるかわからんいう話はね、ちょっとしてたんですね。まあまあ、もう僕のその身内ももうね、そこそこの管理職で、まあまあ部長からゆくゆくは取締りにはなると思うんですけど、もうそういう、やっぱりね、そういうポジションの人もやっぱり、先々のことを考えるとね、ほんまにもう今後どうなっていくかっていうのはある程度予想はつくとは思うんですよね。まあ大体のある程度こう社会情勢ですよね。世の中がどういう方向に向かってるか、どういう政治をしてるかっていうのをね、注視してみてたら、ある程度自分の業界が今後どうなっていったのはね、大体の予想はできると思うんですよね。まあそういうのもね、ちょっといろいろ話してて、すごくまあ勉強にもなりましたし、ほんでね、やっぱりその運ぶもの、ね、そういう特殊な、ものを運ぶとか特殊な、輸送をしてる会社と、まあ一般的なものしか運べない会社のね、この運賃の差っていうのはね、すごくちょっとリアルにね、ちょっと僕も聞いてびっくりして、いかにも叩かれた運賃でほとんどの運送会社が行ってるかいうのはね、ほんまにちょっと、目の当たりにしました。まあまあ、オチこんなんでね、なんやねんっていう感じになるんですけどね。まあそんなんでね、ほんまにちょっと現状ね、なかなか、厳しい、
話をちょっとね、ここ最近ちょっとしましたんで、まあ、それの報告というか、それをね、ちょっと話をさせていただきました。そんな感じでね、今日はね、これで終わりたいと思います。ちょっと今、週1ペースになってます。はい、また、なるべく上げるようにしたいと思いますんで、今後もね、よろしくお願いします。